餌釣りからルアーフィッシングまで旬の釣りを紹介する明日は釣り日和。今回はアユのルアーフィッシングを紹介します。これを見ればきっとあなたも釣りに行きたくなる。今日は神奈川県相模川での人気のアユルアーフィッシング、こちら今人気となっておりますので、今日その釣りに挑戦したいと思います。相模川で2018年から解禁になったアユのルアーフィッシング。アユの縄張り意識を利用し、おとりアユに似せたルアーに体当たりしてくるアユをかける、そのゲーム性が人気の秘密。アユは夏の魚で一年魚、塩焼きや唐揚げで食べると美味しい。ここ数年アユのルアーフィッシングにハマっている村上さんが同僚と一緒にポイントを探す。古江さんどの辺入る、ポイント的には。いや自分下流の方、この辺入る。広くじゃあちょっと自分はその背の方の入ってみようかな。まずは基本的な装備を紹介。アユルアー楽しむ上で大事なアイテムとしてましては、基本的に川の中に入って釣りしますので、アユ旅ですね、こういうフェルト底のやつ、これがもう欠かすことできません。また冷えてしまいますので、こういうようなアユタイツ、これも着用された方がいいと思います。その他にもいろいろありますが、夏場日差しが強いので帽子、これは必ず必要になってくるアイテムだと思います。釣りをするには遊漁券が必要。事前に漁業協同組合やコンビニで購入しておこう。他に必要な道具としましては、川の中で取り込みますので、アユダモ、釣ったアユをキープしておくために、引き舟、また、針の交換等、ゴミが出ますので、このエチケットケース、こちらは必ず、持って釣りの方を楽しんでください。ロットはバス用やエギング用で OK。 リールはベイト、スピニングどちらでも大丈夫。相模川でのアユルアーフィッシングのルールは、上流域は昭和橋、昭和橋より下流域ではアユルアーフィッシングを楽しむことができます。相模川ではアユ釣りを他にも楽しむ方がたくさんいらっしゃいます。友釣りをやられる方ですと流し方と異なりますので、距離感は30メートル取りながら、挨拶をしながら良好な関係を保って釣りを楽しんでみてください。活性の高いアユはどのようなところにいるのだろうか。アユルアーフィッシング楽しむ上では分かりやすいポイントとしては、こういう背のポイントですね。こういうところが水深もそれほどなく釣りが楽しみやすいと思います。この背の上や下等を狙ってもらって、日中日差しが強くなればこの背の中でもかかってくると思いますので、時間帯に応じて狙う場所を見極めてみてください。アユのいそうなところにルアーが届くよう少しだけ川に入ります。夢中になってあんまり入り込みすぎてしまうと危険ですので、膝ぐらいまでが目安としてもらった方がいいと思います。朝一は、こちらのアユルアフック、こちらのかかり重視タイプ、こちらを使いたいと思います。ストレートになってますので、かかりが早いので、とりあえず朝一はこれから探ってみたいと思います。針のセッティングは簡単。ハリスを結んでコブを作り、ハリス止めに留めるだけ。アユルアーにセットするとこんな感じになります。第一投、友釣りの方は、生きたアユを、縄張りの中に送り込むような形ですね。アユルアーフィッシングの場合は、疑似餌のアユルアー、こちらを、アユの縄張りに入れ込むような感じの釣り方になります。基本的な釣り方としましては、自分の立ち込んでる位置よりも、下流域に、投げるような感じですね。真下に投げてしまってもいいんですけど、扇状に拾っていった方が、よりアユにコンタクトしやすいと思いますので。ルアーはどのように流せばいいのだろうか。縄張りに入ってくるルアーをイメージしながらやってもらう感じですよね。ポイントで石とかがあれば、そこにボトムロックしながら他のアユにこう追われるような感じですよね。そういう感じでやってもらうのがいいと思いますんで、キャストする距離とするとだいたい10メートル前後ぐらいが目安だと思いますんで、アユルアーマン同士の感覚であれば、下にいる、人とそうですね、20メートルぐらい、まあ時によっては、25メートル30メートル取ってもいいと思います。
朝一から釣れる時ももちろんあるんですけど、どうしてもアユってこう昼の日差しの強い時間帯っていうのがやっぱ背で背に上がってきますんで、そんな朝まずめを意識しなくても昼から出ても十分、釣りを楽しむことができるのも一つの魅力だと思います。今日実は、同僚の、鳥越君も一緒に来てまして、彼もかなりアユルアフィッシングやり込んでますんで、まあ、今日かなり釣ってくれるんじゃないかなと期待しております。お、早速今も釣れましたね。同僚の鳥越さんにヒット。こんな感じで釣れるんですね。アユの追い気が強い時は背中にかかることが多いんです。村上さんはというと、あれあれ、寝がかりしてしまいましたね。何回か寝がかりしたり、まあ、バラシが続いてしまった場合なんかは、針の方を、交換するような形で、またさらにかかるような感じでね、チョークを伸ばしていきたいと思います。ここでアユルアーに適した針をいくつか紹介しよう。アユルアーを楽しむ際に、ぜひ使っていただきたいフックがあります。こちらの方ですね、アユルアーのフック、かかり重視。こちらの方は、フック形状ストレートになっておりまして、朝一などには、こちらの針をお勧めしたいと思います。続きましては、こちら、キープ重視ですね。フック形状の方、シワリになっておりまして、バレなど多い時、こちらの針をぜひ使っていただきたいと思います。続きましては、こちらの、大アユ用ですね。こちらの方は、針のサイズ、また針素の方も、一ゴース太くなっておりまして、シーズン中盤からの、大アユに、対応した針となっております。さて、針交換の効果は。おお、変えたら1投目でかかりましたね。やっぱ針変えると良いんだけど、ごめんなさい、途中でバレちゃいました。アユの追い気によってかかり方も様々、こんなこともあります。お、来ましたね。あ、バレちゃった。ちょっとバラシが続いてるんで、針の方をキープ重視の方をですね、こちらにしたいと思います。これがいい場合もありますんで、ちょっとこの針を、ね、試してみたいと思います。今ちょうどお昼ぐらいなんですけど、入った時間に比べると、まあ、当たりバラシの数も増えてきてますんで、これが時間進む1時2時になればさらに超過の期待できると思います。状況は確実に良くなってきている。アユとの出会いに期待したいところ。お、来ました。かかり重視の針なんで、バラシは全然減りますね。針を変えたのは効いたのがあれですね。安心、安定したやり取りで全然普通にキャッチできましたね。小ぶりだが綺麗なアユです。先ほどのポイントよりも上流に50メートルぐらいのところですかね。この背の上の部分もちょっと反応がありそうなんで、アユがねピチャピチャ跳ねてますんでね、ちょっとこっちでやってみたいと思います。お、早速変えたらすぐ来ましたね。ポイントを変えて、ほいっと、ポイント移動してすぐに来ました。今の平均的サイズぐらいですかね。綺麗なアユですね。日が照ればこの背の上なんかは結構機能すると思うんで、もっとね、数の方抜けると思うんで、太陽が出てくれるのをね、ちょっと期待してます。当たりは出始めたが、もう一工夫したいところ。ちょっと背の中をより攻めやすいミノーに変えてみようかなと思って。操作性が上がりますんで、より背の中をスピーディーに攻めることができるんで、まあまあ、もともとトラウト用のミノーだったんですけど、まあ、泳ぎはやっぱ秀逸なんで、まあ、アユルアーとしても十分使えるっていうタイプのミノーですね。針はかかり重視の針ですね。ストレートタイプの針ですかね。同僚の鳥越さんにヒット。かかった瞬間のガツンという当たりと、
アユが水面に出てからのハラハラ感がアユのルアーフィッシングの魅力。大きそう。針に返しがついていないので緩めたらバレてしまいます。取り込みは慎重に。見事な背がかり。アユの活性が高くなってきた証。結構当たりとかは結構あった。あ、しっかりと石の前にステイさせた瞬間ゴンゴンでしたね。あ、本当、はい、いい感じだねそれはね。いや楽しいですよ。午後1時を過ぎると予想通り魚の活性が上がってきた。釣れた。浅いところがいいのはね、すげえギラギラし始めて。これから季節がね、もうちょっと進むと暑い中はね、こんだけ水の中入って仲間とで多少楽しくできる釣りっていうのもなかなかないんで、夏の暑い時なんかにはね、一押しの釣りになりますよね。お、こっちも来ました。お、なかなかのサイズな感じがしますよ。おお、なかなかの方ですね。おーいって寝ました。まあ、今日一のサイズで来ましたね。昨日下見来た時は天気終わったんで結構もっと簡単にね釣れたんですけどね。まあまあ今日も日は多少出てるんですけど、ちょっと鈍天なのでちょっと追いが悪くて苦戦しましたけどね、まあ、このサイズのアユが出ればね、十分楽しめると思います。キープ使ったんで、まあね、安定したやり取りでバレも心配なくねやり取りができましたんで。アユのルアーフィッシングはこれからが本番。あなたも挑戦してみませんか。